ブリーチブリーチブリーチ残白刀異文編。ブリーチ残白刀異文編は2009年7月28日から2010年4月6日までテレビアニメ、ブリーチで放送されたシリーズ。新体調展開の異常編同様、大人の事情と称して、ブリーチ本編の進行が一旦区切りをつけたところで放送された本編とは、全く異なるオリジナルストーリー。 本シリーズでは死神たちが自らが所持する残白刀と敵対するストーリーが描かれており死神たちと残白刀の関係がクローズアップされた内容となっている2010年2月2日以降から残白刀異文編の番外編後日談にあたる刀十編が展開される本校ではこれらについても述べる会では一部の死神の残白刀の 様子が少し不調である声がありながらも、平穏な時が流れていた。ある日の夜、山本元柳祭から緊急召集がかかり、集まった、ルキアや隊長格、副隊長格の死神たち。だが死神たちの前には、元柳祭ではなく、村政と名乗る一人の男が現れる。村政は死神たちの残白頭を実体化させて、自らの仲間に引き入れ、死神たちへ、 戦線布国史トロレーテイに攻撃を仕掛ける。元柳祭が、宇野花烈慶学春水、浮気武東四郎の残白刀、肉しずく花天胸骨、僧魚離に封印され、残白刀が実体化した影響で視界ができなくなり、力が半減した死神たちは、この猛攻を防ぎきれず、トロレーテは、壊滅状態に陥り、その上自身の千本桜と交戦した白なりが、 消息を立ってしまう。一方、袖白雪に追われたルキアを救った一守も、事態を察知し、白なりの身を案じるルキアを追う形で、トロレーテーに駆けつけるが、村政の能力により、実体化した残月との戦いを強いられる。戦いの末に一守は残月を屈服、死神たちは、自らの相棒といえる残白刀との戦いを展開する中、 突如消息を絶っていた白なりが出現。さらに白なりは自らの本能である誇りに従うといい、死神たちを裏切り村政側についてしまう。死神と白なり含む残白党との戦いが佳境に入る中、村政の真の目的が明らかになる。すべての鍵は空座町、そして数百年前の屍魂魂会で謀反を起こした死神。 響川の存在があった。事件が収束した後実弾。死神と村政率いる残白刀の戦いが終結後、残白刀たちは死神の元に戻ったものの、なぜか実体化したままだった。さらに村政によって実体化し、主を倒してしまった残白刀の慣れの果て、刀け者が、屍魂会や現世で暴れ回っていた。死神と 残白刀たちは刀獣の討伐を新たな任務として動き始めるのだった。本シリーズのオリジナルキャラクターの未記載。原作からの登場人物は、ブリーチの登場人物、森帝十三体を三照村生の万字会の能力により実体化した残白刀の姿。彼らは残白刀を武器にし、自身が習得した技を操ることができる。死神とは、 完全に独立した魂となって存在している。実体化により、死神たちは死会すらもできなくなったが、戦いの中で何らかの覚悟を決めた場合に死会ができるようになった例もある。残白刀を取り戻すには持ち主自身が実体化した、残白刀と対峙し新たに屈服させるしかないが、持ち主以外の死神に倒されると、解放状態のまま刀身が真っ二つに折れて、刀身から、 霊圧が失われ、自然治癒ができなくなる。正気に戻ったほとんどの残白党たちは自分たちの主の下に戻り、持ち主と共闘している。後に、自らの持ち主に屈服させられていない。残白刀は、黒土真由りにより村政の洗脳から解かれた。刀身が折れて、自己治癒ができなかった者たちも無事復活を遂げ持ち主の下に戻ってくる。村正が消滅して、 以降も実体化は解除されずにいたが、次第に実体化を保てなくなり、最後の刀獣、霧風を倒すため残白刀たちは死神たちと共闘した。戦闘中に実体化の力が突きかけてきたことを感じた残白刀たちは、おのずからそれぞれの死神たちの持つ刀の残白刀に戻り、死神たちと力を合わせて霧風を倒した。各自の性格は持ち主と価値観。 趣向が一部異なり、大部分が共通している。劇中ではこれを、持ち主たちの性格の本質と呼んでいる。主人の死神同士が仲が良いと、残白頭同士も仲が良い様子である。ダビマルと花天胸骨と僧魚理は二人組として存在する。外見は、残月を除き、退治した際に死神に名前を聞かれる描写が多い、ことから、 本来の精神世界の姿形とは異なるものと思われる。また、持ち主と顔が似ていることが多い。なお、各自の用紙は、名前や万字回答で見受けられる姿をモチーフとしている模様。区別するため、本体の残白刀はタイと記載する。県八の刀は、本シリーズの放送段階では、名前が判明していないために実体化しなかった。 残白刀反乱事件終結後に出現した持ち主に屈服されることなく持ち主を失い暴走した一般大使の残白刀。命名は黒土まゆり。特徴として主を失うと精神の均衡を崩して暴走。その際のエネルギーは一般大使クラスの残白刀とはいえ実力は万次回相当に値するとされている。 刀け者の中には持ち主を求めている者、持ち主を失っても自由を謳歌する者など様々な存在がいる。本シリーズで放送された文の未記載。シリーズ前後の文はブリーチを参照。ありがとうございます。